漢字が罰あり。どうも、モコと申します。今回ね、下北沢ナゴビルさんちょっとお邪魔してましてね、なんでもですね、なんかちょっとあのポケモンの、リアル脱出ゲーム、なんか鳳凰からの挑戦みたいな感じのなんかやるみたいで、ちょっとそれまだちょっと東京の方では、まあ、ちょっとあの一般の効果されてないんですけど、ちょっと一足最後ね、ちょっと私やっていこうと思っております。まあ、やっぱ俺のようなポケモンのね、防止効果やっぱこういうのをね、サクッとクリアしてちょっとみんなに勇気をね、当てていきたいなと思ってますね。最後はね、ちょっと見ていただけたらと思っております。地下の方に降りていただきますと、コース選択、そして最初のポケモンも選んでいただきます。はい、コース選択、コースが2種類ございまして、割と初心者向き、お子様でも連れていただいて楽しんでいただけるトレーナーコースというものと、ちょっと本格的な想定プレイ時間、そうですね、3時間のハードめなものとございますが、こちらを選んでいただいて、あとはポケモン人影ゼニガメ不思議種の中から最初のポケモンを選んでいただく形になります。プレストということで、ちょっとあのまだ一般公開されてない情報なんで、いろいろちょっとまだほとんどね、うっすすことはちょっとできないので、ちょっとご了承いただいて、あの引き続きちょっと目的地のね、あ、あったありました、人影ゲットやで。生粋のねポケモン実況者と一般人の違いなんですよね。もうパッと分かる感覚だと、普段からもう見てるんです。ちゃんともう90分間ね、ちょっとほんと死闘を繰り広げたんですけども、ちょっと無理だったんで、もう続きは皆さんに託します。本当にぜひちょっと俺の畑を取りに来てください。ご視聴ありがとうございました。ピカチュウごめんな、ね。